ド型の走行になりますけど、それのも特徴ですね。こちら日産シルビア1965年型、こちらの車もいろんなイベントで見かける機会がございます。外装的にはシルビアも非常に少ないんですけれども、こちらの外装的には見かけることがあるかもしれません。日産が作りましたシルビアですね。一時期この日本のワークスも、一時期こちらとこのシルビアでレースにエントリーしたことがありますから、全くレースというのは車両ではないわけですけれども、